さんおはようございます。アイズチャンネルです。2022年2月5日今日は土曜日になります。土曜日のね、会津若松市内をちょっと走りながら、様子をね、動画に撮ってみたいと思います。今朝方からの雪で会津若松市はまた雪が積もりました。ご覧のようにね、道路も白い状態になっています。今撮っているのは小田橋付近なんですけども、街中でもね、これだけ雪が積もっています。何日か前はね、天気が良くて道路の雪もね、完全になくなっていたんですけども、ちょっと降るとこうしてまた雪が道路にもね、積もってしまいます。これからちょっとね、街中、会津若松市の中心部の方に向かってみたいと思います。はい、ここは会津風雅堂の前になりますね。昔風雅堂があったところは空き地になってて、その隣にある第二球場のサブグラウンドみたいな感じになってましたよね。野球の大会なんかがあると試合をする前にね、このサブグラウンドで練習をした覚えがあります。雪道になるとね、自転車で走るのが危ないんでね、どうしてもこう自動車で移動できない方っていうのは歩きになってしまうと思うんで、ツルツルした路面でね、転ばないように気をつけて歩いてね、いただきたいと思います。はい、そしてここを曲がると白前団地、僕はよくね行くところなんですけども、城前団地の動画も出してるんでね、もしよかったら見ていただけると嬉しいです。第三保育園の前を通過して城前団地に入っていきます。この城前団地もね、順次ね、新しく建て直している状態でありまして、今目の前に見えるところも4階建ての新しい住宅に変わっています。まだね、古い方の建物もたくさんあって住んでる方もいらっしゃるんですけども、こう3校区に分けて工事するって言ったのかな。だんだんね、新しい住宅が建っています。車が来た。こういったね、込み入ったこう住宅街だと積もった雪をね、家の前の雪を雪かたししても捨てるところがないので、どうしてもこうやってね、建物の端っことかね、道路の脇に捨てるしかなくなってしまうので、まあ、道がね、こう狭くなってしまうのは、まあ、しょうがないのかなと思います。天気が良くなってね、雪がある程度溶けてもまたドカッと降ってしまうので、やっぱりこう会津の冬っていうのは3月ぐらいまでは、こういったことの繰り返しになってしまうんでね、まあ、まあそれでもだいぶね、少なくなったような感じはしますね。走っているのは会津工業高校の近くになります。ここを左に行くと会津工業高校ですね。今日はね、外仕事になるんで、今ね、現場に向かう途中にこうして動画を撮っています。やっぱりこう外仕事っていうのが多いんでね、冬なんかはね、大変ですよね。
例えば道路工事をしてる方とかね、電気工事をしてる方、あの電柱とかねの工事をしてる方なんてもうまさに外仕事になるんで、寒い中でね仕事をして本当にご苦労様と思います。まあ、僕もね外仕事が多いんで、冬は本当に寒くて辛いんですけどね。まもなくね右手の方に行仁小学校が見えてきます。行仁小学校は去年ね建て替えが終わって、今は新しい校舎で学んでいるんですけども、ちょうどね旧校舎の解体が終わって道路工事をしてますね。この行仁小学校の工事にもね携わっていたので、この外観壁の格子をね取り付けなんかもねずっとやっていたので、まあ、ようやくね綺麗な校舎になっていいですよね、新しい学校っていうのは。僕がやってるねこの会津チャンネルっていう YouTube チャンネルは会津のいろんなところをね紹介してるわけなんですけども、昔ね会津に住んでて今はね会津に住んでいない方っていうのもねたくさんいると思うんで、そういう方たちがね会津チャンネルっていうのを見つけて今の会津をね見ていただけると本当にね嬉しく思います。もう何十年もね帰ってこれない方っていうのもたくさんいるんでね、だいぶねこう変わっているところとかね、自分が住んでいた街並みっていうのを、僕のねチャンネルで見てね、あ今はこうなっているんだ、あそこの建物なくなっちゃったなとかね、そういったところもねこう感じられると思うので、ぜひね、他の動画も見ていただければ嬉しいと思います。他にもね会津を紹介してくれているチャンネルっていうのはたくさんあるんでね、もしよかったらね YouTube の検索バーの中でね会津と検索してもらえると会津の動画がねたくさん出てくるので、他の動画も見ていただけると、会津をねこう盛り上げていくっていうことにつながると思うんでね、ぜひね、会津という検索ワードで、検索してもらえると、いろんなね会津が見れると思うんで、ぜひね検索してみてください。右がね古賀井神社ですね。とても大きな神社になります。こうして細い道でもしっかりと除雪してくれていて、あ今ねちょうど除雪車がいましたけど、こういったね細い道でもこうしっかりとね除雪してくれてるので、とてもね車でこう走りやすい街中になっています。今ね見えますかね、グレーチング、あの側溝の蓋を外してそこに除雪した雪を捨てるっていう、こう方法も取られています。確かこう会津若松市でね雪を捨てる場所っていうのは指定されてると思うんで、そういうところへ雪をね捨てているんだと思います。うん、なかなか大変そうですね除雪も。はい、そしてこの道は昔はね一方通行だったんですけども、何年か前に新しいこう道路ができて、今はね一方通行じゃなくて、ね、交互通行の道路になっています。この道をまっすぐ行くと、昔はすごく細い道で一気のヨークベニマルの裏側に出る道だったんですけども、今はねこう新しい道ができて広いね道路になっています。今回ねそこを通ってみたいと思います。新しい家もたくさん建ってますね。昔は本当にこうくねくねした道で自転車でよく通っていたのを思い出しますが、今はもう新しい道路ができて、そして住宅地にあって、本当に当時を思い出すとここは一体どこなんだろうっていうぐらい変わった地区になります。
駅前通りから49号線へつながる新しい道路になります。まあ、新しいといってもね、まあ、10年、20年は経たないから十何年ぐらいは経ってると思うんですけども、ね、ドラッグストアやね、新しい家もたくさん建っています。ちょっと雪が降ってきましたね。これから外仕事なんでね、ちょっとね心配ですけど、まあしょうがないので頑張ってやりますけどね。まだね2月なんでね、もう少しあと1ヶ月ぐらいはこうした雪の日が続くと思います。会津を含めてね、雪国にお住まいの方はまだまだ除雪等大変だと思いますが、体にはね気をつけて暖かくして過ごしていただきたいと思います。それでは間もなくね現場に到着するので、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。